妙賢寺は、兵庫県阿公市佐古市の宝珠山にある新言宗の仏教寺院。三号は宝珠山。本尊は、如遺輪観世音菩薩である。通称は、妙賢寺観音堂。太平記に登場する小島光徳ゆかりの寺として知られる。佐古市浦を望む、継承地の宝珠山中腹に位置する。自伝によれば、8世紀中期。 行記を解散として創建されたという。下吉の乱の頃には、宝手山の山腹に十六の帽子と九つの岩を構えた大事であったが、千四百八十五年の総兵一揆によりそのほとんどが消失した。当初、観音堂は、妙見寺の奥の院として千六百五十九年に宝手山の山頂付近にあり、千七百二十二年に、 中原の現在地に移転された。神仏集合時代は、宝珠山六に鎮座する、大秘神社の神宮寺でもあり、同神社と祭神である、畑川勝とは、縁が深い寺であったが、明治時代初頭の神仏分離令によって分離された。妙見寺観音堂は、法行造り、本河原吹、桁雪三軒張間三軒正面一軒は、 外壁がなく吹き放しの県内でも数の少ない掛け作り形式で建てられており、江戸時代中期の寺院建築の遺構として、貴重なことから平成9年に赤押市指定有形文化財に指定されている。カエルマタには東西南北の方角に合わせた十二種の彫刻があり、四枚の三角形を合わせたお堂の屋根はピラミッドと同方向を向く。ここから眺めることのできる 瀬戸内の眺望は、陸島、宝珠山霊場、大肥神社と合わせた、佐古市のパワースポットとして注目されている。ありがとうございます。